ミカちゃん。どうも。おはようございます。おはようございます。今日はどちらへ？今日は切符市。おお、盛岡切符市。なんと今日はホーミーズキッチン、こちらのイベントに潜入させていただけるということで、お誘いいただきまして、しっかりね、盛岡からホテルも取って楽しむ気満々でいきますから。よし、じゃあ切符市に、せーの、行ってみよう。ミカちゃん、いやいいお天気ですね。え、高見川ですよ。そしてじゃーん、桜咲く切符市緑地。いやー、めちゃめちゃ気持ちいい。実はさっきまで雨降ってたね。おーおー、あっという間に晴れて、晴れ女。今日はホーミーズキッチン in 切符市ということで楽しみです。うわ、すごい桜が、どういうことってぐらい待ってますけど。うわうわうわ、いやー気持ちいいっすね。最高よ。おしゃれなレストランが立ち並んでおりますよ。もうこれヘブンですか、ここ。ヘブンですか。うわー、もう最高じゃないですか。あれ、ミカちゃん、あの後ろ姿はなんかどこかで見覚えのあるような。あれ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 、あー、どうも、酋長さんに。モンタさんじゃないですか。どうも、二度目ます。先日は誠にあり。ミカちゃんもどう、入ってください。急遽ね、晴天の盛岡、そしてこのね、中津川、ミカちゃん、中津川、ここ北上川、北上川。今日はなんとこちらの会場でパフォーマンスをしてくださるということで、いやー、めっちゃ楽しみですね。改めて視聴者の皆さんに一言いただいてもよろしいでしょうか。やってる皆さん、楽しんでくださいね。どうも、仙台から来てるんでね、時々お会いするかもしれませんから、お会いしてくださいね。それじゃあ皆さん、今日は一日切符市楽しんじゃいましょう。それではせーの、行ってみよう。あ、おはようございます。どうもおはようございます。視聴者の皆さん、改めましてホーミーズキッチン切符市ボリューム2ということで、主催の盛岡ベース代表の下田まりげいさんです。いやありがとうございます。アンパスちゃん初出演、めちゃくちゃ神々。アンパスちゃん初めてです。見てますよ。いや、ありがとうございます。もうゲンさんといえばね、石垣ミュージックフェスティバル実行委員長。自分でやろうか。神々ですね。素晴らしいですね。今日はあの、はい、鹿沢さんの、そうだね、カレーとかさ。あ、カレーも、あのアワビ50個を使って、えガチャガチャってやったら20食出てくるっていう。どういうことですか。アワビ50個から出汁を取って、で20食分のカレーが出てくる。どういうことだ。とんでもない。何言っても同じ。いや、もうありとあらゆるね、今日は税がたっぷりこもっているイベントということで、そしてスペシャルゲストの、日本唯一のパルマハム職人、多田さんが、なんとこの会場に来られるということで、あの生ハム、ヘルシュヘルシュヘルシューですよ、ミカちゃん。ついに生で食べれると。食べ物のことはすごい調べてきてるから。生ハムだけにね。ということで、今日はたっぷりと、ホーミーズキッチンボリューム2楽しませていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうも、まずは一杯ケーキ漬けいただきます。いや、ミカちゃん気持ちいいですね。このスタートからさ、ラストの21時、このライトアップが18時から始まるそうなんだけど、それもまた楽しみよね。その頃マー君どうなってるかな。恐ろしいので考えません。そして桜ですよ、ミカちゃん。うわミカちゃん、ついに多田さんのペルシュ、楽しみ。楽しみですよ。ボンダボンさんですか。日本唯一のパルマハム職人の多田さんの、とんでもなくとろける生ハムを今日しか食べれない、なかなかないことですからね。この後多田さんご本人からお話伺えたらいいなと思ってるんで、ぜひお楽しみに。改めまして、日本唯一のパルマハム職人、多田さんです。イエイ。アンパシャ初演、どうもありがとうございます。こちらこそ。ちなみに、はい、今日はですね、はい、こちら、2種類のこのペルシュ生ハム、もう17ヶ月の熟成、はい、それから24ヶ月の熟成とあるんですけども、はい、違いをぜひ教えていただければと思うんですが、ですね、
ちょっとそこ僕の口から言いづらいので言ってもらっていいですか。あ、ですね、17ヶ月は女子高生のような美味しさを、はい、女子高生 JK 怖い怖い怖い、これ放送できますか。24ヶ月は熟女のような美味しさだ。美香ちゃん、どういうことですか。美香ちゃん表現が怖い。ちなみに試食ってさせていただけるんですかね。もちろん。これはどちらですか。これ17ヶ月。17ヶ月の、はい、うわーこれすうわ、はい、ミカちゃんゆっくりちょっとこちら、これうっす見える、うわ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 、じゃあゆっくりどうぞ。んどう、もうここに来た時にもう美味しいもん。食感とかそういうのはどういう感じなの。なんかね、もうハムなのこれ。いや、こちら24ヶ月熟成ということで、うわ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 、透き通ってすごいピンク、なんていうかな。あ、なんか24ヶ月の方が味に使う言葉じゃないかもしれないけど、しっとりしてる。こちら17ヶ月ほんと透き通ってますからね。これ見えますか、僕の目が見えますか。歯いらない、ほんと歯いらない、舌の上で溶けますよこれ。どのレベルですか、17ヶ月熟成でも、はい、ってことは24ヶ月だったら一体どうなるのか。どうなるか、いやちょっとめちゃめちゃ楽しみですねこれ。答えは来週で、あー来週、はい、次回お見逃しなく。はい、じゃあこちら、わお、すでに色違うんですよ。いただきます。食べます。決定です。どっちですか。24ヶ月でお願いします。はい、24ヶ月をお願いします。ありきたりですけど芳醇。本当にもうありがとうございます。いや、こちらこそです。ちなみに何ミリくらいあるんですか。いや、これミリで言うと 0.3 とかっていう。 0.3 ミリ、僕は実は測ったことがないです。いや、じゃあミカちゃん、ありがとうございます。はい、じゃあこちら24ヶ月タラさん、ちなみにどちらに行ったら購入、ハムを卸してるお店か、こういうイベントで。なるほど、はい、でお店はホームページに書いてるので、はい、お願いします。はい、動画の概要欄の方に詳細、載せさせていただきますので、ぜひ全国の皆さん、チェックしていただければと思います。さださん、どうもありがとうございました。一日よろしくお願いいたします。改めまして、こんにちは。花巻市大畑町でワインを作ってます高橋ぶどう園の高橋と申します。ほとんど自分でぶどうを栽培してそれをワインにしておりますので、一貫した作りっていうのが強みになっているかなと思います。リースリングリオっていうのがありまして、ちょっと暖かくなってきたので、こう酸がこうしっかりしたものですので、爽やかに楽しめるかなと思います。じゃあそちら一杯いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。いやー楽しいですね。いただきます。皆さん、ワインはジュースです。無限にいっちゃいます。美味しすぎて、飲みすぎては注意ですよ皆さん。ありがとうございます。パパとよろしくお願いいたします。こんにちは、陸前高田市でワインを作ってます神田ぶどう園と申します。神田さん、ありがとうございます。明治時代に創業して117年になっている会社になってます。海沿いでブドウを作ってますので、はい、あとは海産物が豊富な三陸で、うん、作ってますので、三陸の魚介と合うようなワインを今ここだけ作ってます。なるほど。今日、白ワインですね、もう販売は終了しているものを、なるほど、はい、ミニオンブランを、イベントで、蔵出ししておます。これはぜひ飲みたいところなんですけども、はい、お願いしますよろしいでしょうか。はい、白のこれは DB、ソービニオンブラン、ソービニオンブラン、ブランでいいですか。はい、ブランでいいです。そこ早速いただきたいと思います。これはめちゃめちゃこれ芳醇ですね。アルコール度数はどれくらいですか。アルコールは 11% ですね。飲みやすいですね、はい、ワイン初心者の方でも。そうですね、フレッシュな味わいなんで。そうですよね、はい、ぜひ陸前高田神田ブドウ園さんの方もチェックしていただければと思います。この後もどうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。さあ、そして大船渡からスリーピークスさん、ぜひワイナリーの紹介いただけますでしょうか。はい、2018年から自社で醸造を始めて4シーズン目ですかね。おすすめの今日のワインご紹介いただけますか。やっぱりシードルですね。シードルっていうのをぜひご紹介いただきたいんですけども、リンゴの発酵酒、その陸前高田の米崎町っていうところで140年ぐらいリンゴの栽培が続いてます。うん、そこのリンゴを使ってドライで辛口に仕上げてます。ちなみに 8%、 あ、じゃあもうストロングうんみたいなぐらいですね。それより軽いと思います。あ、それよりちょっと軽いぐらいで。わかりました。じゃあ一杯いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、このワインにも使用しているアップルジュース、果汁 100% ということなんで、ぜひチェックしていただければと思います。改めまして、及川さん、どうもありがとうございました。はい、それではリストランテ鹿沢のオーナーシェフ鹿沢さんです。鹿沢さん、よろしくお願いします。
キッチンボリューム2ということで、今日は特別なスペシャルメニューもあるということなんですけども、今日はですね、はい、アワビを使ったカレーと山田の牡蠣を使ったですね前菜をご用意してます。ちなみにリストランテ茅ヶ沢、どういった特徴があるレストランなんでしょうか？岩手東北の食材にこだわってコースでお予約制でやってる店です。テーブルが2つしかないので隠れ家的な良さもあるかな。日常使いっていうのももちろんですけども、アニバーサリーにももってこいな。そうですね、はい、概要欄の方にリストランテ茅ヶ沢さんの方も情報も載せさせていただきますので、皆さんぜひチェックいただければと思います。それではその今日だけの特別なカレーお願いしてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。こちら、いや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 、みかちゃん、どうなってるこれ？これはですね、はい、肉とか魚とかの出汁は一切使わないで、アワビの出汁だけで取ってるカレーです。アワビ、数十個でですね、作ってまして、でそれで20台くらいしか今日ご用意してない、特別なカレーです。上に乗ってるこの灰色のバターなんですけど、はい、こちらはですね、アワビの、お城で作ってる肝ですね、作ってるバターで、少しずつ混ぜながら召し上がっていただければと思います。ちなみにこのカレーってどれぐらいのアワビ使ってらっしゃるんですか？1台に大体3個くらいですか？3個、今日だけの、はい、うわうわうわ、皆さんまず見ていただきましょう。まさに三陸のジオラマパークいただきたいと思います。ではまずはルーからいただきます。うまっ、うーん、海、肝とアワビちょっとずつ混ぜるのよ。アワビ、アワビ、いただきます。やっば、最高、マジでうまい、やばくない？神がすごい、神が、アワビの肝バター、このどでかいアワビ入れる、柔らかい、そうまそう、なにこの絵、やばらかい、ゆっくりった、アワビってこんなに柔らかいかな、超贅沢なこのアワビカレー、最後までゆっくり食べていくよ。さあ今日はカゴの目のマスター、サトシさん、ありがとうございます。いや、振り袖とささみのになります。わお、振り袖とささみ、ありがとうございます。うわ、うまそう、ミカちゃんチョイスで振り袖ね、ない袖は振れないからね。あ、それあのマークに言った、はい、ささみ、ささみ、塩の感じがいい。ちょっとマークも食べていい？え、いただきます。ちょっと2本頼んでるんだからさ。もうこんなうまいね、串焼き食べたことない。これの、なんなの、これは振り袖なそうです。振り袖ない袖は皆さん振れないでしょ。お、口に入れた途端何かがあったわけ？最初カリからのふわじゅわ、つまりカリフラワー。違いました。改めまして、ゆうとさん、はい、お久しぶりです。何ですかこれ？ポテサラです。うわー、なんで来るんですか？イカスミ入ってました。うわお、やばいな、そもそもさ、インスタ映えしすぎやない？これうわ、この時点でみんな点で、うわー、すごい。さあこちら黒、うわうわうわ、なんだなんだなんだ、うまっ、卵の味した、卵と合う。三つ星レストランに行ったら星いくつ？質問カフェ。マチアキさんだったら星いくつなのよ、あんた？三つ。はい、星3つ。うるさい。そしてケバブ、ケバブ、いただきます。最高よ。そしてこちらですよ、じゃーん、ケバブ。うわ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 、ミカちゃんやばいよこれ、食べれる、ごめんなさい、もうね、酔っ払いが止まらないです。This is ケバブ、すっごいついてるから。
ということで、エンズステージの矢浜社長においでいただきました。ありがとうございます。いや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 、どん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 、パパパパ、さあ、ミカちゃん。ついにアンバスちゃんに、エンズステージの矢浜社長に、じきじきに出ていただきましたけども、ありがとうございます。そんな大層なもんじゃない。いや、社長、ご本人思ってるよりだいぶ大層です。はい。もう、エンズステージさんといえば、岩手県民の皆さん、もうご存知の方多いと思うんですけども、アウトドアカルチャーに、これから詳しいところ知りたいよっていう方に、ぜひ魅力をお伝えいただければありがたいなと思うんですが、うちの商品は主力商品はジムニーの商品で、まあ、釣りだったり、アウトドアにはもうすごく適してるとか、なおかつ僕らのその手によってカスタムされて、さらにかっこよくスタイリッシュ、こういうキャンプだったり、僕はよく釣りするんです。釣りにはもう持ってこいなので、道具から入るって大事じゃないですか。で、今回新しい3年前にモデルができまして、女性のユーザーさんがすごく多いです。女性のユーザーさんもカスタムして、うん、カスタムして、もう自分なりのもうジムニーのパーツが20万点のパーツがあった。20万円って言われるの。こんな分厚い雑誌がいっぱい出てるの、これは全部カスタムパーツの。そうなんです、オリジナリティです。あ、キャンプとかも、うん、まあ、それこそ今、ね、うん、女の子の流れで流行ってたりとかするから、はいはい、延長線上で自分の可愛いイメージを全部カスタムできる。そうです、それのお手伝いを我々させて。機能性だけじゃなくて、機能性はもう ね、そう当たり前の、うん、見た目でどうやって個性を出すかっていう、うん、あとうちはちょっと他さんと違うところを目指してるのは、やっぱりその岩手の土壌で雪も深い、関東関西にもだいぶね車を出させてもらってますけど、うん、やっぱりこっちのカルチャーそういうものを向こうでもやりたい、冬道走ったことない人、うん、なので我々のってみればユニバーサルデザイン岩手版みたいな、うん、ね、そんな感じなんで、そのノリで我々も提案させてもらって安心して、ね、遊んでいただける。車だけじゃなくてその先の遊びも提案。そうです、そうです、すごくたくさんされてますもんね。例えばレースに出たくてジムニーのね、そのいろいろな片付くつけて競ったり、山でこういうキャンプする、うん、1年前にキャンプ場をねオープンさせて、うん、車買ったはいいけどどうやって遊んでいい、うん、でうちに来てください、泊まっていただいて、うん、オフロードコースもあるで、そこの中で例えばこうやって走るとスタックします、うん、こういうボタンを蹴るとこれは抜け出せます、うん、あーすごい。大事なのはそのアフターフォロー、どこまでも遊びに行けますね。そうです、エヌズステージさんからということであれば本当に安心してのびのびと遊びっていうことを堪能できるんじゃないかなっていうのをすごくね感じましたね。まだまだお話を伺いたいところなんですけども、この動画の概要欄でぜひチェックいただいて、自然とともに本当に全ての皆さんがもうハッピーで楽しめる、そんな NH セーサーチェックいただければなと思います。矢浜社長、本当に本日はどうもありがとうございました。どうぞどうぞ。はい、大道芸人の周長と言います。いや、はい、周長さんよろしくお願いします。そしてはい、私は大道芸人のモンタと言います。モンタさん、よろしくお願いします。素敵なステージをしていただきまして、どうでした？いやいや、もう初めて僕は盛岡で大道芸人やっていただいたんですけど、はい、もう皆さんあったかくて反応も良くて、もう本当やっててすごい楽しかったです。ああ、はい、あれですか、やっぱりお客さんの感じの違いとかってありますか？そうやっぱり場所によって、うん、そうですね、違いありますね、はい、一番違いを感じたのは大阪ですね。大阪、はい、すぐツッコミが入る。盛岡ツッコミやっぱ入るんですそうです、反応によってやっぱちょっとやり方を変えたりとか、あと風が強かったりして できないこととかもあったりするんで、やっぱりもう毎回毎回違うんですよね。ホタさんはどういうふうなこと？私はジャグリングやったりバルーンアートとか、うん、マジックとかいろいろやりますんで、この後じゃあフルセットでやってください感じ？そうですね、準備してますんで、盛り上げていただければいただくほど頑張れるっていう感じですね。いいですね。いや、もうちょっといいね今日、はい、ゲンさん、いや、もう天気も恵まれて天気で良かったですね。今日じゃあもう最高の料理と最高の天気と最高のシチュエーションと、はい、最高の大道芸人の皆さんのあれを見て最高の土曜日を迎えて、ちまたでいろいろね、暗いニュースもいっぱいありますけども、はい、まあ、今日をきっかけに全部チェンジするみたいな、そうです、ね、チェンジングイベントということで、はい、皆さん今日ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それでは今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time.
行きましょう。それではご覧ください。飛び乗ってスタートします。すみません、笑ってほしかったです。まさかこんなにしびってるなんて。じゃあ行きましょう。メインの芸をご覧ください。そういう反応です。その反応に応えて、こっからバランスでまた頑張ります。これやめてもいいですか？うさいしやります。うまく決まった。今まで一番大きな盛り上がりお願いします。あ、なんか自然に手拍子が起こってる。ありがとうございます。うちの方もありがとうございます。もっと大きく。最後は一番危険なやつでください。本当に危ないんで、乗ったらすぐに拍手をしてもらってください。もし万が一をしたらすぐに救急車です。最後もう少し投げるものを危ないこの道具に変えます。最後はこの3本のナイフ、これを回して終わりたいと思います。行きましょう。笑ってるけどこれ結構難しい。先生、本当の負け技やります。本当の負け技、究極のバランスを見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ難しいんですよ。ただ大道芸、私17、8年いろんなところでパフォーマンスしてきました。この技どこで盛り上がっていいか分かりづらい。ですからさらに練習してきました。見逃さないでください。3、2、1。こういう大きな歓声が本当に嬉しい。さっきも言ったけど、こういうパフォーマンスやってて一番嬉しいこと、やりがいっていうのはやっぱり皆さんの反応です。うまい。じゃあ最後頑張ります。本当にこういうパフォーマンスは僕一人の力ではできません。イベントの主催者にいろんな協力してもらいましたが、皆さんの拍手歓声の上、本当に力になりました。ありがとうございました。
子供たちはすごいざわざわしてるんですけど、大人の方は冷静ですね。命がけで頑張ります。頑張ー。本当に正直言うとコロナ禍でイベントが減ったんで、見る方もこういう機会減ったと思うんですけど、久しぶりに本当に心が楽しめました。皆さんありがとうございます。今日一日楽しんでいってください。もう危ないことはしません。また盛岡来る機会あったら一緒に楽しみましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございます。盛岡で、ね、営業されてますふもとの翔さん、そしてめぐさんに出演いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。普段は盛岡でログハウスの民泊をやってます。今日はフルーツピクルスっていうのを出店に来ました。どういったところの特徴の商品なんでしょう。フルーツの果実を食べながら飲めるっていうのが特徴的な。なるほど。でも栄養価ももちろん高くて、はい、お子様から大人の方まで幅広くお楽しみいただけるとなので、体にもいいです。果肉をそのままゴロンとしたまま食べられるので、はい、食べ応えがある。つぶつぶがしっかりしてるので、こう食感も楽しめます。なるほどですね。もうお酒にしても、実はね、アンダーバスのマーク、さっきお酒頼んじゃったんですよね。ヨーグルトリキュールを使います。ヨーグルトリキュールを使ったいちごミルク。うわ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 。アルコールしっかり入ってらっしゃる。アルコールしっかり入ってます。さあ、そしてここにミルクをたっぷりとしました。わわわわわ。さあ、それではいただきたいと思います。最高じゃないですか、翔さん。どうなってるんですか、これは。最高です。ということで、改めてじゃあ翔さんからご紹介いただければと思います。はい、盛岡市内の街中に近い場所にログハウスを建てて、民泊屋でやってますので、ぜひ盛岡の皆さんも近くですけれども遊びに来ていただけたと思います。はい、はい、ぜひ、岩手県内の皆さんはもちろん、県外の皆さんも岩手に遊びに来ていただいた際には、こちらふもとさんの方もチェックいただければと思います。翔さん、めぐさん、どうもありがとうございました。ということで、ブルービーストのトールさん、そしてアリゾンさんに、アリゾンさん、いや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 、もしもし。ということで、改めて、トール社長、お店の魅力をぜひ視聴者の皆様にご紹介いただければと思います。うちのビールの魅力はですね、ビールが好きな人はもう、はい、もちろんなんですけども、ビールが苦手な人にこそ飲んでもらいたいビールを目指してます。なるほど、アリゾンさん、はい、その心は。ベスト&ストーリーだと思います。ベスト&ストーリーっていうのは、はい、最高の時間を過ごしてもらいたいっていう意味を込めて作ってます。ちなみに、こちら花巻でビールを醸造。醸造。醸造ですね。醸造してみたいですね。ぜひ最後に視聴者の皆様に改めて一言、トールさんの方からいただければと思います。はい、もう切符主力地はこのロケーションですから、北上川が目の前にあって、昼からハンバーガーとビールを片手に、みんなで乾杯しましょう。お待ちしてます。ということで、キップシー緑市おなじみのクラフトビア、ブルービーストから、お二人ご紹介いただきました。本当にお二人どうもありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。ということで、国内屈指のパフォーマー周長さん、そしてモンダさん、お二人に一言ずつメッセージをいただければと思います。もうね、初めて盛岡で大道芸やりますけど、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。僕も盛岡で大道芸できて楽しい思い出になりました。またお会いしましょう。ありがとうございます。そしてアンパスちゃん、チャンネル登録応援者数1000人目指して毎週配信金曜日18時から行っていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん高評価、コメント、それからせーの、チャンネル登録よろしくね。はい、チャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。てっては何それ、誰もわかんない。てすごい酔っ払ってますこの人。、はい、ハピネス。もう終わってください。すごいすごいすごい。わーい、うえい。これはもうテレビでもねやった技で、これだテレビで見て、うわー、この食肉センター in 切符市緑地での初めてのこちらね、ジンギスカンをいただいております。遠野といえば日本が世界に誇る羊のねジンギスカンの聖地でございますけれども、あ、ミカちゃんどうもこんばんは。ミカちゃん、視聴者さんにいい笑顔をお願いします。ありがとうございます。あ、そしてスペシャルゲストの周長さん、ありがとうございます。そして元さん、ありがとうございます。これおまけ動画でございますけれども、ありがとうございます。これライスだけでもやっぱり岩手の米もやっぱり米どころなので、もちろん宮城もそうだと思うんですけど、うわうわうわ、みなちゃんこれ何ですか。これがホルモン。うわー、ホルモン美味しいね、新鮮。うわすごい、もうまずはね、お二人、ゲストのお二人食べていただいて、主張感結構にハマってて、何が に対する気持ちがね、はい、あ、主張さん、いや、主張さんの皆さんにぜひコメントいただきたいです。まだもやししか食べてないです。ここね、こういうところが面白すぎる。いただきます。はい、面白いニュースとか変な人っていうか、先輩いかがですか。うまいっす。うまいっすか。めっちゃうまいっす。どううまいっすかね。そういう声は持ってない。じゃあもん、あ、ミカちゃんも行きますか。お、ミカちゃん、あ、モンタさんが、じゃあモンタさん、はい、これあの野菜が乗ってないとか。全然ないよ、臭みが。何言ってんの、臭み。遠野の皆さん、ありがとうございます。そして、ミカちゃんが、ほい、いつも通り、おいしい、いつも通り最高と。いやー、皆さん、ぜひね、この遠野食肉センター、マジで最高峰の新鮮なお肉、ぜひお食べいただきたいと思います。じゃあ、僕ら、ゆっくりと食べていくよ。このところはないんですよ、なぜなら。これはすごい、ありがとうございます。